キンプリ流せ角、リスナーのありがとうに感極まる、ダメですよ、こっち側に。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。アイドルグループ、キングピンスの流せれん24が、24日深夜放送のラジオ番組、レコメン。 文化放送内のキング・ピンス・長瀬角のレディオ・ガーデンに出演した。22日に平野市を神宮寺ゆ太、岸ゆ太がグループを脱退。23日から金プリは長瀬と高橋山の二人体制となった。同ラジオ番組の収録は21日。長瀬は5月22日、キング・ピンス、一つの大きな節目を迎えました、と伝えた。 20日には NHK 総合の音楽番組メニュー101に出演し冠番組キング・アンド・ズルは13日にレギュラー放送の最終回を迎えた。これらを視聴したファンからメールが届き、長瀬は時折声を震わせながら読み上げた。メールには感謝の言葉が綴られ、長瀬はダメですよ、こっち側にありがとうというのは、と感極はあった。 さらに、こういうことがあって、よく周りが見えるというか、俺とアマは金プリとして、仕様、人、騎士さんは別の道という決断をしましたけど、なんか俺の感覚やけど、楽しいこと絶対待ってる、と話した。五人での活動を振り返り、長い時間を一緒に過ごして思ったけど、それぞれの選択した道を全力で楽しめるし、 それを一人一人がその選択が正しかったという風に思わせられる能力のある人たちといい、5人の俺らのファンの人は安心して好きな人の後をついていってもいいんじゃないかな。全員で幸せになりましょう。と心境を述べた。今後は二人体制で活動していくことになる。 それぞれが後悔しない道を選んだと話し脱退した三人へ向けては三人の人生を応援してるし、どういうことをするにしろ、俺はずっと三人の味方でいたいなと思います。と心境を語った。東スポウェブ。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。